日本代表が苦しみながらも、エクアドルとドロー。GK シュミット・ダニエルが、値千金の PK ストップ。キリンチャレンジカップ2022が27日にドイツ・デュッセルドルフで行われ、日本代表とエクアドル代表が対戦した。11月に開幕する。 FIFA ワールドカップカタール2022本大会までに予定されている3つの強化試合の2試合目だがワールドカップに臨むメンバー発表前という意味では最後の一戦。同じくワールドカップに出場する FIFA ランク44位のエクアドル代表を相手に日本代表を率いる森安はじめ監督は宣言通りアメリカ戦同様の4年2月3日1を採用し全選手を入れ替えた。 二列目には、右から道安立南の匠、三笘薫を並べ、古橋京吾がワントップに入った。立ち上がり、ファーストシュートを放ったのはエクアドル。開始2分、縦に速い攻撃から、右サイドを駆け上がった、バイロンカスティージョが、ロングレンジから右足を振り抜いたが、ボールは枠を大きく外れた。 日本は7分、左サイドからカットインした三笘が、ボックス中央にクロスを上げ、南野がヘッドでボールをすらしたが、その他にゴールに迫る場面はなく、ピッチの悪さもあり序盤は、エクアドルの切り替えの速さに苦しめられた。20分には、中盤でのボールロストからカウンターを受け、最後はクロスのこぼれを、モイセスカイセドに狙われると、22分にも、右 CK から危ない場面を作られる。 しかし、いずれも粘り強い対応で、シュートを枠内に飛ばさせなかった。アタッキングサードで思うような形で、ボールを持てない日本は35分、高い位置でのトランジションから、トマがボールを拾って、古橋にスルーパスを送るがわずかに合わず、40分には前線でのプレッシングから、ボックス内でパスを引っ掛け、ボックス中央で拾った古橋が、左足で狙ったが、シュートは GK に処理されてしまう。 日本が決定機を逃すと、エクアドルは43分、左サイドからロマリオイバーラがカットイン。田中緑がシュートブロックに戻ると、ミートできなかったボールは、右ポストに当たり、最後は GK シュミットダニエルがキャッチ。さらに、前半アディショナルタイムには、右 CK からゴールに迫られるが、最後は GK シュミットダニエルが、なんとかボールをかき出し、ギリギリのところで、ゴールを破らせなかった。 迎えた後半、日本は古橋に変えて、上田綾瀬を投入。すると、膠着状況の中で迎えた57分、上田のポストプレイから、ボールを繋いで、三笘が左サイドを突破し、ボックス左の南野へセンタリングを送る。これに南野が左足で合わせるが、シュートは枠を捉えきれない。その後は押し込まれる厳しい時間帯が続き、21分に3枚替えを観光。 柴崎学、南の三笘に変えて、遠藤を渡る、鎌田大地、相馬祐希を送り出した。日本は25分、左サイドでパスを受けた相馬が、ボックス左から左足でクロスを上げると、中央の上田が下がりながら、頭で合わせたが、枠を捉えきれない。試合終盤に近づくにつれて、ボックス近辺のプレーが増えてきた日本は、79分、鎌田を起点に上田がポストになって、 こぼれたボールを同案が左足で狙ったが、GK のセーブに合い、こぼれ球を押し込もうとした、上田のヘディングシュートは GK にキャッチされた。ところが81分、ゴール正面の位置でボールを奪いに行った谷口翔吾がエストラーダの足をかけてしまい、PK を与えてしまう。これをバレンシアがゴール右を狙うも、コースを読んだ GK シュミットダニエルがセーブ。 日本は長友優斗と同案に変えて吉田麻也と伊藤淳也を投入し3バックにその直後に迎えたピンチもシュミット・ダニエルの後セーブでしのぐと89分にはボックス右に侵入した鎌田がシュートを放ったがコースがなく GK にセーブされ試合は0-0のまま終了を迎えたスコア日本代表0-0エクアドル代表スターティングメンバー 日本代表、4年2月3日、1、シュミット・ダニエル・山根式谷口翔吾、伊藤博樹、長友友都、83分、吉田麻也、柴崎学、22分、遠藤渡る、田中緑、道安律、83分、伊藤淳也、南野匠、21分、鎌田大地、三笘薫、21分、相馬祐希、古橋京吾、HT、上田綾瀬、 エクアドル代表、4年2月3日、1。エルナンガリンです。バイロン・カスティージョ、ジャクソン・ポロソ、ピエロ・イン・カピエ、ペルビス・エスト・ピナン・ケヘクソン・メンデス。モイセス・カイセド、アン・ヘルメナ、31分。ニルソン・アングロ、ホセ・シュフ・エンテス、31分。エンネル・バレンシア、ロマリオ・イバーラ、ht ジェレミー・サルミエント・ミチャエル・エストラーダ、90分。ジョルカ・エ・フレアスコ、前半ンン、0分。日本。 予想フォーメーションは4年2月3日1。森安監督は予告通りにアメリカ戦からスタメンを全員入れ替える。特にそのアメリカ戦で出場機会がなかった選手にとっては26人のメンバー入りに向けた最後のアピールチャンスとなる。前半0分。日本。23日の試合では誰もが息を飲むゴールシーンを演じた三笘が左サイドハーフの位置に入る見込み。 独力でフィニッシュまで持ち込める技術は唯一無二。周囲からの信頼も厚く、いかに良い形で三笘にボールを集められるか鍵になる。彼のゾーンに入ったら瞬き禁止だ。前半0分。日本。東京世代はすでにチームの中核を担い始めている。富安はチームから離脱したものの、今回のキリンチャレンジカップにも数多く召集されており、 今日のスタメンにも、伊藤、三笘、田中、同安の4人が名を連ねた、前回大会を知らない若き力が、サムライブルーの原動力となる姿に注目したい。前半0分、日本、蒲田の活躍は、南野にとっては気が気ではないだろう。今日は同じトップ下での起用が予想され、チャンスメイクの他に、得点への期待もかかる。 所属クラブではレギュラー確保に苦しんでおり、実践感覚という点では不安はあるが、これまでの経験や実績は変え難いものがある。目に見える結果を残せるか。前半0分。エクアドル。予想フォーメーションは4年1月2日3。世界ランキングでは44位となってはいるが、激戦のワールドカップ南米予選で4位に入って本戦出場を果たすなど、 数値だけでは測れない実力の持ち主だ。23日にはサウジアラビアと対戦してスコアレスドロー。まだ調整段階の可能性もあり、油断は禁物だ。前半0分。エクアドル。注目ポイントは若手の起用だ。ディフェンスラインでの出場が予想されるインカペはもはや主力で三マのチームメイトであるエストピニャン、カイセド、サルミエントはいずれも20代前半。 勢いに乗せてしまうと持ち味を発揮される危険性がある。前半0分。エクアドル。日本との直近の対戦は19年のコンメボルコ・アメリカ、ブラジル2019であり、結果は11。この時に同点弾を上げたメナが先発出場。ベテランと呼ばれてもおかしくないほどにキャリアを重ねた男はキャプテンマークを巻いてゴールを目指す。前半0分。 日本は柴崎、エクアドルはメナがキャプテンマークを巻く。前半2分、エクアドル、中盤のパス回しからチャンスを創出カイセドがシフエンテストのパス交換で左から中央へ運び、そのまま右へ送る。最後はカスティージョが受けて敵陣中央の右から思い切りよくミドルシュートを放つ。しかし枠の上に外れる。前半4分、日本、 カスティージョがボールを持つと、すかさずミトマが寄せる。このサイドからの突破は許さない。前半5分。エクアドル。右 CK を得る。前半6分。エクアドル。キッカーは左足で鋭いクロスを供給。しかし、シュミットが弾いて、シュートには持ち込ませない。前半6分。日本。相手の CK をしのいで、カウンターを展開。ミトマが左サイドを持ち上がろうとすると、 カスティージョのスライディングタックルを受けて倒される。前半6分。エクアドル。カスティージョにイエローカード。前半7分。日本。ビトマが DF に退治されて、左サイドの敵陣中央で仕掛け、少しずつ前進して、クロスを選択。南野が反応して、ペナルティエリア中央でヘディングシュートを放つも、枠を外してしまう。前半10分。日本。 三笘が左から中央へ横パスを送り、田中が受けてペナルティエリア右へスルーパスを供給。味方が反応するがボールは DF にクリアされてしまう。前半11分。日本。この時間帯は自陣の左サイドでのデュエルが多い。この流れからはタッチラインに逃れる。前半13分。エクアドル。中央から右サイドへ展開。 カスティージョが走り込んで受け、長友と退治。左右に揺さぶり、右サイドの敵陣深くから、低い弾道のクロスを供給。しかし、DF は冷静にクリアする。前半14分。スプリンクラーの誤作動があり、プレーが一時止まる。前半16分。日本。シュミットを交えて、ディフェンスラインでパスを回すと、またもスプリンクラーが動き出し、リズムを狂わせられる。前半17分。 日本、ビトマが左サイドをドリブルで持ち上がり、南野につなぐ。南野はペナルティーエリア左角付近からクロスを供給するも DF にブロックされる。最後は飛び出したガリンデスにパンチングで弾かれてしまう。前半19分。日本、後方でボールを落ち着せた伊藤が前線へ大きくフィード。 南野が反応して中央から左へ動きながら追うも、ポロソの対応に阻まれてしまう。前半19分。日本。長友が高い位置でボールを持ってバックパスを出す。三苫が受けて左サイドの敵陣中央からペナルティーエリア手前へ横パスを送る。同案が反応するも息が合わない。前半20分。エクアドル。 味方が左サイドの敵陣深くから鋭いクロスを供給。エストラーダがゴール前で競り合うも合わせられない。こぼれ球に反応したカイセドがシュートを放つが枠を外す。前半22分。エクアドル。レナがペナルティエリア右で長友と競り合い、右 CK を得る。キッカーがクロスを入れるもシュミットに弾かれる。 こぼれ球からプレイが続き、カイセド、インカペ、イバーラと立て続けにシュートを放つも、得点には至らない。前半25分。日本。アンがペナルティーエリア手前で仕掛け、右から中央へ小さくカットイン。そのままシュートを放つが、近い位置の DF にブロックされてしまう。前半25分。エクアドル。カウンター気味に前進し、敵陣へ持ち込む。 ここからは急がずに右サイドでボールを落ち着かせる。前半27分。日本。伊藤、三笘、長友と左サイドでパスを回すも無理はしない。相手のブロックの外でボールを回してキープする。前半29分。エクアドル。イバーラがシフエンテスからのパスを受け、ペナルティエリア手前の左からペナルティエリア内へ浮き玉を供給。しかし、DF に阻まれる。 前半30分。日本。ボールを持つエストピランに対し、南野が寄せる。縦パスを入れられるも、柴崎が自陣でカットして、相手の攻撃を止める。前半31分。エクアドル。カスティージョが中央に位置を取り、敵陣でドリブルを仕掛けて持ち上がる。田中の守備を振り切って、ペナルティエリア手前の右へ、スルーパスを送り、エストラーダが抜け出して受ける。 そのままペナルティーエリア右へ持ち込んでシュートを放つがオフサイドの判定を受ける。前半33分。日本。古橋が自陣で前を向き縦に持ち上がる。敵陣へ単独で持ち上がるが複数の相手に囲まれてしまいボールを失う。前半34分。エクアドル。チームスタッフにイエローカード。前半35分。日本。三笘がペナルティーエリア手前から。 古橋を狙って縦パスを供給。古橋はペナルティエリア中央でトラップするも乱れてしまい、ボールはガリンデスに処理されてしまう。前半37分。エクアドル。敵陣でパスを回し続ける。隙を見て前進し、カイセドがペナルティエリア右へ浮き玉を供給。長友にヘディングでクリアされるも、こぼれ玉を回収して、ペナルティエリア手前からスルーパスを送る。 DF に阻まれるも、最後はシュフエンテスがこぼれ球に反応してシュートを放つ。しかし、シュミットがセーブする。前半38分。エクアドル。左 CKOL。キッカーはクロスを供給するが、シュミットに弾かれる。この時に、シュミットは競り合いで体勢を崩すが、こぼれ球をしっかりとセーブする。前半40分。日本。南野がペナルティーエリア内で。 ボールホルダーにプレッシャーをかけ、相手のパスミスを誘う。古橋が受けて決定機を迎え、ゴール左を狙って、左足を振り抜く。しかし、ガリンデスのファインセーブに阻まれてしまう。前半43分。エクアドル。イバーラが左サイドからカットインを仕掛け、そのまま右足でグラウンダーのシュートを放つ。ゴール前に走り込んだメガは、長友の寄せにあって合わせられないが、 この競り合いに気を取られたシュミットは足を出すだけで精一杯となり、ボールはゴール方向へ。しかし、右のポストを叩き、得点には至らない。前半43分。エクアドル。イバーラが倒れて足を気にする素振りを見せる。前半45分。エクアドル。イバーラは歩いて一度ピッチから出る。前半46分。アディショナルタイムは1分の表示。前半46分。 エクアドル、メナがペナルティエリア右で DF を背負ってポストプレー。追い越す動きを見せるカスティージョにつなぐ。カスティージョはゴールラインさえからクロスを送るも長友がブロックしてピンチを脱する。前半、前半終了。スコアレスで試合を折り返す。前半47分。前半総括アメリカ戦とはまるで違う強度とスピード感で展開された45分だった。 日本はエクアドルの鋭いプレッシングをかわそうとボールを保持するが連携が噛み合わずにボールを失ってカウンターを受ける場面が三件その際の守備陣の対応もご手に回るシーンが多くセットプレーを含めて決定機はエクアドルに大きく上回られている。ポストに助けられる場面もあり、過労時て無失点で終えたがハーフタイムで修正なるか、殿下の砲塔を抜く機会すら与えてもらえなかった。 三笘カオルら攻撃陣の奮起にも期待したい。後半、エクアドルボールでキックオフ。後半開始。後半0分。日本。ユーフルハ橋アート26上田イン。後半0分。エクアドル。10イバーラーアート16サルミエントイン。後半1分。日本。変わった上田は古橋と同じ1トップのポジションに入る。後半2分。日本。 味方がペナルティエリア左へ縦パスを入れ上田が反応 DF に当たり負けせずに競り合うもファウルの判定を受けてしまう後半3分2本南野がターンして前を向くもカイセドに後ろから倒されてしまう後半4分2本敵陣中央で FK を得てキッカーの柴崎は長いボールは送らずペナルティエリア手前の左へパスを出す デザインしたプレーを披露するが、連携が噛み合わずに、ペナルティーエリア内へは侵入できない。最後は後方へ戻して組み立て直す。後半7分。日本。同安が右サイドの敵陣中央から、ペナルティーエリア手前の右へ、斜めのパスを送り、上田が受ける。しかし、DF からの激しい寄せにあってしまい、うまく収められない。後半8分。エクアドル。 味方がペナルティエリア右へ浮き玉を送り、エストラーダが追って走り込む。しかし、谷口が体を張って対応し、シュートまでは持ち込ませない。後半9分。日本。後半はここまで激しい競り合いが随所に見られる。それでも当たり負けしないで戦う姿勢を見せる。後半10分。日本。相手のセットプレイをしのいで、カウンターを展開。 高い位置へ走り込む田中を狙って、同案がスルーパスを供給するが、戻った相手にカットされてしまう。後半11分。日本。上田がエストピナンとハイボールを巡って競り合う倒してファウルの判定を受けるも、フィジカルの強さを披露する。後半12分。日本。ビトマが左サイドで緩急を効かせたドリブルを披露する。 DF を置き去りにして左サイドの敵陣深くから低い弾道のクロスを供給すると南野がペナルティーエリア内で反応決定機を迎えて左足で合わせるも枠の左へ外してしまう後半14分日本中盤での守備が機能し自陣の深い位置まで持ち込ませない後半16分エクアドルカイセドが中央から右サイドへ展開 エストピナンが受け、すかさず右サイドの敵陣中央から、速いクロスを供給。しかし、長友がブロックする。後半18分。エクアドル。エストラーダが DF のマークをものともせずに、後方からのロングボールを収める。そのままペナルティエリア右角付近まで持ち上がるが、DF は遅らせる守備で決定機まで持ち込ませない。後半19分。日本。南野が右サイドで、 df を振り切って前進し、右サイドの敵陣深くから、クロスを供給。相手に阻まれ、こぼれ球を上田が受けるも、うまく収められない。最後は、柴崎がゴール前に浮き球を供給し、山根が走り込むが、合わせられずに、ボールはガリンデスに処理されてしまう。後半22分。日本。7柴崎アウト6円動員。後半22分。日本。 18ミトマアウト27相馬、イン。後半22分。日本。10南のアウト15カマタイン。後半23分。エクアドル。味方が右サイドの敵陣深くへ走り込んで、クロスを送るも DF にヘディングでクリアされる。最後はシフエンテスがペナルティエリア手前からシュートを放つも枠を外す。後半25分。日本。 相馬が左サイドの敵陣深くでドリブルを仕掛ける。右斜め後方へ運び、再び縦に仕掛けて、ペナルティーエリア左から左足でクロスを供給。上田が反応して少し後ろに戻りながらヘディングシュートを放つが枠の右へ外してしまう。後半27分。日本。相馬が敵陣中央で浮き玉に反応するも DF に寄せられてうまく収められない。 後半29分。日本。ディフェンスラインでパスを回す。相手のプレスに対しては引きつけてからつなぐなど、冷静な対応を見せる。後半29分。日本。左サイドの敵陣深くで f k を得る後半30分。日本。ボールサイドには鎌田と同案が立つ。後半30分。日本。キッカーは鎌田。 右足で鋭いクロスを供給するが、ニアサイドで DF にヘディングでクリアされてしまう。後半31分。エクアドル。15目のアウト25アングロイン。後半31分。エクアドル。ゴシフエンテスアウト13位、e。バレンシアイン。後半32分。日本。相馬が左サイドの敵陣深くからグラウンダーのクロスを供給。しかし、DF に阻まれてしまう。 後半33分。エクアドル。メンデスにイエローカード。後半34分。日本。あまたがペナルティーエリア手前の左から斜めにパスを出す。上田は相手に寄せられて収められないが、こぼれたボールに同案が反応し、ペナルティーエリア右から左足を振り抜く。しかし、ガリンデスの後セーブに合う。 上田がこぼれ球に反応して頭で触るも、ボールに力がなく、ガリンデスにキャッチされてしまう。後半35分。エクアドル。エストラーダがペナルティエリア中央から後方に戻りながら、右からのパスに反応。谷口との競り合いで倒れ、ファウルの判定。PK を獲得。後半37分。エクアドル。PK のキッカーは、e、いいバレンシアが務める模様。 後半38分、エクアドル、ーバレンシアは右足で振り抜き、中央やや左へ力強いシュートを放つ。しかし、シュミットは横っ飛びでは時期、ピンチをしのぐ。後半39分、日本、21ドーヤス、アウト14位と、イン。後半39分、日本、五長ともアウト22二吉田イン。後半40分、エクアドル、 左サイドの敵陣中央で FKOL。キッカーはエストピナン。左足でペナルティエリア右を狙ってクロスを供給するとい,いバレンシアが反応。高い打点のヘディングシュートを放ち、ボールはゴール右隅に飛ぶもシュミットがまたもビッグセーブを披露する。後半42分。日本。山根が右サイドの敵陣中央から スローインを供給し、受けた上田がペナルティエリア右へ侵入。ゴールラインさえからクロスを送るもガリンデスにセーブされてしまう。後半43分。日本。上田がラフな浮き玉に反応して、ペナルティエリア手前の右で競り合う。ボールはこぼれて伊藤が走り込んで反応するが、うまく収められない。後半44分。日本。相馬が左サイドを持ち上がって、 右へ大きく展開。伊藤が受けて鎌田につなぐと、鎌田はドリブルを仕掛け、右ポストの方向へ向かう。そのままシュートに持ち込むが、ガリンデスに弾かれてしまう。後半46分。アディショナルタイムは2分の表示。後半46分。エクアドル。11エストラーダアウト9レアスコイン。後半47分。エクアドル。レアスコがフリーの状態でボールを持ち。 ペナルティエリア手前の右から鋭いシュートを放つ。しかし体を張る DF にブロックされてしまう。後半試合終了。0対0で引き分けに終わった。